劇場版の内容を含めると、結局キラ、アスラン、死んだと誰が一番強いの？に対するネットの反応を紹介します。米印劇場版ネタバレあり。メンタルによるブレ幅が一番低そうなのはキラ。メンタル絶不調でもあんだけ強いからな。むしろ不調から絶不調の時期が多すぎるせいで絶好調がほとんど見られないから実力がよくわからんのだ。間違いなく絶好調と言えるのは吹っ切れて愛を叫んだ自由終盤くらいだし。クルーゼ戦のキラはフレイ殺されてメンタルブレイクされてるけど殺意マックスでマジで強いし。ある意味怒りで吹っ切れてるな。なんであんなにハンネルかわせるんだ、撃ち落とすな。やはり最強はアスラン、ザラか。絡めて使うアスラン最強。性能差なしザクに乗せてやり合わせたら最強はキラが公式。公式にはキラらしいけど、やっぱ状況次第で変わるくらいには拮抗してる気もするんだよな。その時一番メンタルが整ってるやつが最強。じゃあみんなでサウナ入って整わせてから戦闘にしよう。味方と戦わせた時に一番弱体化するのはアスラン。爆発力は真って感じもする。キラと真は互いに相手の方が強いしてそう。キラは病んでても安定した戦闘力発揮するイメージ。アスランと真は精神状況で左右されるけど爆発力がでかいイメージ。メンタル最低値の時に一番パフォーマンス出せるのはキラ、メンタル最高潮の時に一番パフォーマンス出せるのはアスラン。昔はブレに弱かったが今一番メンタルにブレが起きないのがシン。どれも捨てがたいな心の強さがマジで勝敗に関わるもんな。映画前はアスランキラ死んだと思ってたが、映画見た後ならその時のテンションで勝敗変わるさって感じする。対戦レギュレーションとその日の調子で決まる。種はレ無敗のアスラン。アスランだけそういえば覚醒したら無敗だったな。その代わりにそうそう割れない。状況で変わるけど終盤のアイバフ乗ったストフリマイケではなくキラが今回ヤバいやつではあった気はする。あの状況であの損傷で済むのは薄いのはエグい。最高値だけで見たら真に見える。ただ他2人と比べると最高値にはなりにくいって感じる。全員下剤飲んでたら一番強いのは真だと思う。アスランに決まってるだろうハレンチな。成仏しろ。今回の映画でキラのことぶん殴れること判明したからアスランで。白兵戦は圧倒的大差でアスラン。シードって MS の性能差が思いっきり勝敗に左右するからね。旧世代機で出撃すればキラだろうが普通にボコボコにされるし。戦闘前にラクスと晩ご飯の話してたらキラ、戦闘前にキラから勝ったら晩ご飯おごると約束してたらシン、戦闘前にカガリと会話してたらアスラン。カルラシバその他もろもろでかかって、相性悪いストフリで生き延びたキラ。格上期待芝相手に偽装ズボックで粘り、腕は持っていかれたが翻弄したアスラン。格上4期相手をほぼ瞬殺したシン、こいつら強いことしかしてない。安定して強いキラ。爆発力のシン。負けられない戦いには絶対負けないアスラン。という印象。それぞれ得意分野が違うから一概には言えないけど、フルスペックなら拮抗、平均値ならキラかな。自由終盤キラクルーゼ戦キラ自由新種子終盤アスラン種子キラ種子アスラン種子新。こんな印象。とりあえず生き延びることに関してはやっぱりキラが一番えげつなさそうというか、伊達に何度も死にかけてない。周りを全て敵に回した状態で不利な機体乗ってる相手に心読まれながら戦ってなぜあそこまで粘れるのか。こればっかりはシード時代に一人で頑張りすぎた経験としか言いようがないな。シード前半で自分の死は仲間の死の時期を長い間過ごしたからね。この中でキラはアスランに勝ったことないから、本気のアスランが最強じゃない？ストライク VS イージスは相打ちなんだよな。セイバー。ソードストライク VS イージス、フリーダム VS セイバーはキラの勝利でいいんじゃないかな。映画を見た後3人はメンタルによってその都度勝敗が変わる程度でみんな同格の実力のようだ。全員デスティニーに乗せるんだったら真が一番強そう。三すくみやな。本人たちは他の2人強いぞでじゃあどっちが強いの？とあなたが戦ったら勝てるの？に対しても少し長めの思考時間からどうだろう全員それぞれ負け筋が結構あるのを認識しての回答しそう。もし仮に何の後腐れもなくデバフ抜きバフありで用意ドンしたらその想定込みで戦い出すからめちゃくちゃ壮絶でなおかつ土地狂った曲芸合戦にもつれ込むんだろうな。対マン勝負とかじゃなくて撃墜数とかのスコア差で見える戦いの方がいいんじゃないっすかねこれ。得意分野も違うしな。運用が理論上レベルの最先端兵器でも使いこなすキラハイマットフルバーストとかあらゆる手段を持って敵を倒す戦士として本能のレベルで強いアスラン。超高速一撃離脱が得意で、機体の限界まで性能を引き出し、PS 関節が高度の高い赤色加藤、おまけにオカルト適性ありのシン、本当にその時々の時と場合と精神状態で勝敗が変わりそう。1対多で制圧戦をするならキラ、エース級と対マンするならアスラン。切り込み役なら真が最強って感じはする。旬も制圧戦というか強襲戦が凄まじくうまいからな。エース級の4馬鹿あしらいつつ、艦隊を壊滅させたり、ルナのエネルギー機器感知して補給しに行ったり。いわゆるタスク管理が凄まじくうまいし、何も考えてない順位付けが反射で決まって間違えないとんでもないこと地味にやってる。アカデミー時代はチーム戦苦手とか言いながら本戦だと運命の時から一抜きして周りへのフォローやサポートがうまいんだよねシン。この辺はキラやアスランにはない強みになってる。シンとキラって、ストフリ対でスティニー見てるというほどシンは追い詰められてないから、アスランよりは正気ある？宇宙だとドラグーン対処できずに速度の優位も消えるからシン負けると思うぞ。前振りはちょっと世代が違うから置いといて、ストフリに乗せたら、キラアスランシン、インジャに乗せたら、アスランシンキラ、デスティニーに乗せたら、シンキラアスラン。個人的なイメージ。むしろ格闘の鬼だぞキラ。キラは戦闘が強いというより操縦に長けているというか、機体のスペックを遺憾なく発揮させられるタイプなんだと思う。やたら粘り強いのは順将、勢いに乗った時はシン、負けられない戦いにはアスラン、なんかアスランってブレイドの立花さんみたいな感じがする。こいつらが一番強いのは多分互いを信頼して共闘する時だと思う。まあ、フルスペック発揮する時はこうなのは確か。キラが多数を潰して、アスランがエースを潰して、シンがその場その場で最適解の動きをする。この布陣はまあ崩せない。シードはメンタルデバフが強すぎるからな。他のガンダム作品だと割とメンタルクソでも強いやつは理不尽に強いんだが。総合的なステータスではアスランが強くて、キラとシンは尖って強い部分があるイメージ。安定感はアスランなんだろうけど、アコードの独身を一番念入りに対策してたりシンは当然のように無効か。キラはなんだかんだで粘る、不利な場面をひっくり返す力はキラやシンの方が上そう。尖ってるのはアスランでオールラウンダー的な総合力はキラだと思う。キラは安定の強さ、シンは爆発力、アスランはなんかよくわからん。何がややこしいって互いに戦わせてみるとそれはそれでメンタルに影響出るという。デスティニーが大暴れするほど、シンのメンタルやばかった時とはいえ、これと差しでやり合えてたキラアスランもやばいってなる。むしろ本編どんだけデバフ入ってたんだっていう。ステラ死亡、フリーダムへの復讐、アスランとメイリンの脱走矢印撃墜デスティニー初出撃、倒したはずが復活したフリーダム、死んだと思っていたアスラン復活、霊の生存限界、まだいる？キラとラクスと敵連中はすごい特別なコーディネーターだよって説明あるからわかるお前ら二人なんなんだよ。シン見つけた時の議長は本当に嬉しかったろうなって思う。コーディネーター側の最大のバグ二人だよね。シンとデスティニーが無双するほど議長の慧眼が評価されるんだよな。マジでシンはなんなんだお前。アスランは妄想はキモいが独身相手には正当な対処してたんだ。シンゴリ押しで勝つバカがあるかどう。イザークかイザーク族だ名教止水してデスティニーシャドウくらい使える。ステラが守ってくれたから勝ったんだよ。思考を読む敵？愛する女のキスシーン妄想とリモート操作で翻弄だ。うおーなんか闇が深いぞ思考？してねえよ敵多いからリアル分身走行？シルカパルマフィオキーナ。アスラン矢印ストフリの S ドラグーン使える。黒騎士最強の修羅と渡り合える。シン矢印リアル分身しだす闇深すぎてメンタル攻撃した側がビビる。黒騎士4人圧倒。お前らなんでそんなに強いの？シードシリーズの主人公たちだぞ。キラ、アスラン、シンだと誰が一番強いの？に対するネットの反応、いかがでしたでしょうか？キラはメンタル不調でも強く、アスランは負けられない戦いには絶対負けない。シンは爆発力がすごい。それぞれ違った強みがあるのがいい。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。